皆さんこんにちは、ドラッカーコンサルタントの村瀬康介です。今日はですね、ドラッカー経営、事業の目的は顧客の創造にあるといったことについてお話をさせていただこうと思います。ドラッカーは言います。事業の目的というのは顧客の創造である。たった一つですね。ファンの創造のことです。それはマーケティング、顧客を理解することと、イノベーション、新規事業を作っていくこと、その2つ、たった2つの経営の機能によって行っていくと言います。この顧客創造の経営とは一体何か、それについてお話をさせていただきます。ドラッカーの経営というのはめちゃくちゃクリエイティブで創造的なんです。経営に2つあると考えてみてください。1つがですね、顧客をどんどん作っていく、新たなファンを作っていく経営、これを顧客創造型経営と言います。例えばですね、私のミッション、私のコンサルタントとしてのミッションは、日本全国の人々をドラッカーのファンになって、ドラッカー経営をやっていただくこと、ドラッカーファンの顧客を作っていくことが私のミッションなんです。顧客創造型の経営というのは、どん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 お客さんをですね、新たなニーズを拾ったり、お客さんの要求を聞いてお客さんを作っていきます。例えばですね、昔山ガールといったものが今流行ってますね。私昔ですね、高尾山というところ、高尾山という今、日本で非常に有名な山があります。京王線沿線のですね、近くの駅に、つつじが丘という駅に住んでいたんですけれども、土日になったらですね、もう山ガールといったファッショナブルな服装をした女性がいっぱいいるんですね。でも5年前までそんな風景見えませんでした。これ何かと言いますと、ファッションブランド、アウトドアのファッションブランドと山側もトイレとか準備したりして、ファッションブランドは綺麗な女性向きの山の服を作ったりして、新たな顧客を作り出したんですね。これが顧客創造型経営。今いないとこからまた顧客を作り出せる、市場を作り出せるというのが顧客創造型経営なんです。これに対してですね、環境順応型経営というのは何かと言いますと、市場がですね、下がってしまうと、例えば市場が下がってしまうと、自社も下がってしまう。皆さんの事業今どの位置にあります？市場右肩上がりですか？それともだんだん下がっていってます？下がっていって自社の経営も下がっていってしまうのであれば、これ環境順応型経営と言います。しかし恐れる必要は全くありません。ドラッカーというのは顧客創造型経営です。ドラッカー経営を導入するということは、これはこの間別に市場と関係ないんです。あなたは顧客を作っていきますから。そのためにドラッカーがヒントとしてます、大切なことを教えてくれるんですが、非顧客、今まで自社を使ってもいいのに使っていないお客さんであって、例えば山ガールも昔いませんでしたよね。山に登りたい女性は潜在的にいっぱいいただけわけです。ですけど、服がなかったり、トイレがなかったり、山にトイレが準備されてなかったりで登れない女性がいたわけです。それを取り込んだのは非顧客。ドラッカーはそこでですね、顧客を想像するときには特に非顧客に注目せよ。まだ自社を利用してもいい、自社の商品サービスを利用してもいいのに、利用していないような非顧客に注目せよ。変化は非顧客の世界に起こるんだ。非顧客に注目せよということを言います。ドラッカー経営というのはあくまで創造的、クリエイティブな顧客創造型経営です。ドラッカー経営を導入していくということは、市場に関係なく顧客を伸ばしていく。事業を作り出していけばいいんです。顧客を作り出していけばいいんです。これがまさにドラッカー経営の真髄であり、事業の目的は顧客の創造にある。顧客の創造は顧客を知り抜くマーケティング。そして既存のとらわれから排して新たな事業を作り出すイノベーションによって行う。これがドラッカーの名言になっています。一つだけポイントをもう一度復習しましょう。ドラッカー経営というのは顧客の創造にあり、そして非顧客に注目せよとドラッカーが言うということをですね、覚えていただければと思います。めちゃくちゃ勇気のくれる経営です。ドラッカー経営というのはですね。では皆さん、今日はご視聴どうもありがとうございました。